サミヒンカは、フィンランドのヘビメタルミュージシャン、エンシュフェルムの現ベーシストである。ベース以外にもボーカルを担当することがある。2004年に、フィンランドのバイキングメタルバンド、エンシュフェルムに、ユッカペッカミエティネンに代わって、ベーシスト兼バックボーカリストとして加入。エンシュフェルムに加入する数年前から、メロディックです。ドゥームメタルバンドのラプチャーに参加していた。 エン子フェルム加入から2年が経過した2006年にラプチャーから脱退。エン子フェルムに専念することになる。現在はミッコレフトのソロプロジェクトであるオクトーバーフォールズにも参加している。ゲストとしてソニックやウィンターさんの音源にゲスト参加している。ベーシストとしてはワーウィックの5弦ベース、6弦ベースを使用している。フィンガーピッキングを使用しておりタッピングの技術には 定評がある。エンシフェルムでは、ベースに加えて、ギタリストのマルクス・トイボネンとともに、バッキングボーカル、クワイア・ボーカルも担当している。主に、クリーンボーカルを務めているが、楽曲によっては、ハッシュボーカルも務めている。また、作詞家としても貢献しており、ビクトリー・ソングズとフロム・アファーの詩の多くを手掛けている。2008年の演詞フェルムのロシアツアーにおいては、 リードボーカリストのペトリリンドロスの病気のため、サミヒンカがリードボーカリストとしてステージに立った。ありがとうございます。